まずは登録番号4891番寺島美里選手。寺島選手は福島県出身の26歳です。学生時代は柔道と空手に汗を流し、卒業後は保健体育の非常勤講師として働いていました。寺島選手ボートレーサーを志すきっかけはお兄さんである111期の吉彦選手の影響です。東日本大震災で被災した地元の福島復興への思いを胸に、目指すは賞金女王という寺島選手、デビュー戦では元気いっぱい走りますと話してくれました。続いては登録4893番渡辺真奈美選手。渡辺選手は滋賀県出身の25歳です。こちらの渡辺選手も兄弟レーサー、お兄さんは110期の武郎選手です。ソフトボールやダンスのスポーツ経験を持つ渡辺選手、自分も勝負の世界に挑戦したいという気持ちになったそうです。大和在校時代はリーグ戦での優勝もあり、女子ではナンバーワンの成績と楽しみな存在、デビュー戦では思い切った旋回で外から見せ場を作りたいと話してくれました。さあ、それでは2人の選手からファンの皆様にご挨拶を申し上げたいと思います。それでは2選手よろしくお願いします。こんにちは。登録番号4891、寺島美里です。柔道部だったんですが、柔道のように背負い投げをして勝ってきたように、ここ平和島でも綺麗な旋回をして勝ちたいと思います。感謝の気持ちを込めて走りますので、応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。登録番号4893渡辺真奈美です。11月22日にここ平和島でデビューさせていただきます。スピードある旋回をして新人らしく攻めたレースをしていきたいと思いますので、多くレーンに絡めるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。寺島美里選手、それから渡辺真奈美選手、両選手に元気よく挨拶をしていただきました。寺島選手、渡辺選手は次節11月22日の日曜日から27日までの金曜日の6日間シリーズ第15回有観富士杯にてデビューを果たす予定です。どうぞ皆様足をお運びいただきまして、2人の選手に大きな声援をよろしくお願いします。